では時間になりましたので、セッションの方を始めさせていただきます。オープンスーズアジアサミット数少ない日本語のセッションへようこそ。本日のタイトルは、ビルディングジャパニーズフルテキストサーチシステムバイソラー。日本語で言いますと、ソラーによる日本語で文検索システムの構築というタイトルになります。でソラーとは何かというところ、あと全文検索って何というところ、そこから発展しまして、データベースからデータを吸い上げて全文検索を行う、そういった流れについて概要とあと設定ですね、そちらの方を紹介させていただきます。簡単に自己紹介させていただきます。しがないエンジニアでございます。ウェブ系を経歴に持っておりまして、でオープンソースでは個人的に使ってまして、ギーコさん大好きというところです。あとはしていきます。で今日のタイトルです。スライドはアジアサミットなので英語で書いてますけれども、私日本語で講演しますので、日本語書いてあると皆さん思いながら、ぜひ講演の方を聞いてください。まず、フルテキストサーチが何か、あとはソラーが何かで、実際に使う方法のレクチャーで、最後にデータベースからデータを吸い上げる方法で、あとはソラーにいろんな便利機能ありますので、その辺の紹介等をさせていただきます。ですみません、RDBMS の基礎知識、カラムとかテーブルとかですね、その辺についてはちょっと質疑ことになりますので、ご了承ください。おお、失礼しました。動きましたね。はい、では、フルテキストサーチ、全文検索とは何か。ですが、search from full text、それでフルテキストサーチ、これは勝手に私が思っています。じゃあ何かと言いますと、複数のファイルの全文の中から目的のものを検索する。でこの複数のファイルのっていうところが、重要なポイントになってきます。で、全文検索のシステムをするときにタイプとしまして、シリアルスキャン、あとはインデックスタイプっていう大きく2つの種類があります。じゃあそれについてそれぞれ見ていきましょう。ユースケースですね。簡単にユースケースとしまして、フォルダが2つありまして、中にテキストなり、あとはリッチファイルがいろいろ入っていますと。で、この中からオープンスーズで検索したい。こういうシチュエーションビジネス上でも非常に多いかと思います。で、1番目のシリアルスキャン。こっちの方法では、一つ一つ順番に検索していくと。開いて、グレップ、開いてグレップ、グレップの R コマンドで、全文を検索。あとは、バードを開いて検索、コントロール F、開いてコントロール F、そういったことを永遠に当たるまで繰り返していくと、そういったことをするシーン多いかと思います。で、コマンドを言いますと、グレップマイナス R、ホゲホゲ。で、ホゲホゲで全部検索しますという意味ですが、手軽で、特に専門知識必要としない利点はありますが、遅いとか、あとその、検索に対して精度が良くないとか、そういったデメリットが多くあります。に対しまして、インデックスタイプ、これは何かと言いますと、各検索対象のファイルからインデックスっていう、中間検索ファイル、これをあらかじめ作っておいて、でこれに対して検索をかけるっていうやり方になります。で、メリットは事前検索してますので早い。であとはそのインデックスを作る時のいろいろ手法がありまして、口述しますけれども、障害ありまして、目的に合った検索をしやすい、であとはサーチノイズが減る、そういった利点があります。で欠点としましては、その全文検索のシステムを動かさないといけない、あとは、その全文インデックスを作成するのにちょっと時間がかかってしまう、そういったデメリットもあります。ではここで、ソラというプロジェクトについてちょっと紹介いたします。ソラはインデックスタイプの、全文検索システムになります。でアパッチの方のルシーンっていう全文検索ライブラリ、検索のライブラリの方ですね、こちらの方のプロジェクトのサブプロジェクトとして開発されています。で基本的にアクセス等は全部 Web API でできますので、Web API アクセスで、応答等を得ることができます。なのでクライアントとしては基本的なランダム OK となってます。でソラについて触れるときに、大体ネットとかですと、エラスティックサーチっていう競合製品が、出てくることが多いです。この辺については、いろんな方がブログ等を出されていますので、そちらの方を参照ください。では、早速、ソラを使って全文検索を動かすところまでの、流れを
簡単に説明しようと思います。まずこのページに3ステップ、まず JVM を入れます。それは基本的に Java でできてますので JVM で動きます。ちなみに、オープン数で先ほど出ました LEAP42.3 だと、まあ、初期状態で入っていますのでインストールいらずとなります。で次に、ダウンロードソラ、ソラのホームページから、パッケージ式をダウンロードします。 ZIP で固まってますのでクリックして落とすだけです。で、それを回答します。まあ当たり前ですね。回答してそのディレクトリに移動します。続きまして、ここがソラのコマンドを叩くステップになりまして、4番目 bin ソラスタート、これでソラのシステム自体を動かします。そして5番目 bin ソラクリエイト -c マイコア、まあコアだけだと紹介してますけれども、マイコアという名前でコアを作ります。で6番目 bin ポスト -c マイコア、まあ、ホーム橋本ドックアスタリスク、こうすることで、ホーム橋本ドックの中にある全部のファイルをインデックス化して、作成してくれます。で、it is completed。これで全部完了になります。もう全文検索し放題ということになります。ちょっとキーワードについて簡単に説明させていただきます。まず出てきたキーワード3つです。コア、スキーマーディフィニーション、でインデックス。コアっていうのは、まあ、簡単に言いますと、全文検索システムのエンジンそのものになります。RDBMS でいうところのスキーマですね、になります。でスキーマディフィニション。でこれが、まあ、コアの中に設定していくんですけれども、インデックスをどういう感じで作るか、そういったことを定義するものになります。で最後、インデックスっていうのが、事前検索の結果出来上がった、インデックスファイルのデータそのものになります。ちなみにですが、ここまで先ほどのコマンドを叩いた段階で、この URL ですね、を叩きますと、もう、ソラ自体がアドミン UI 標準で持ってますので、完了の画面を表示させることができます。で、ちゃんと左下のコア登録を見ますと、マイコアというものが、登録されていますと。で、ちょっと見にくいんですけれども、検索クエリっていう、パネルがありまして、そこから検索文字を入れて検索かけることで事前検索した内容をもう出すことができます。まあ、こちらは各自ご自分で構築したときにちょっと触ってみてくださいといったところです。ちょっとインデックスとは何者かについてもうちょっと深掘りしていきます。まあ前も言いましたけれども、各ファイルのデータを検索しやすいようにまとめたファイルとなりまして、まあ、イメージなんですけれども、各単語に対して、その単語がどのファイルにあるかの組み合わせの表のデータになります。まあ、オープン数でというワードが、text1.text と libreoffice-writer.ods にありました。まあ、カンファレンスというワードが、text2.text、pdf.pdf にありました。こういった組み合わせの表を作っておくことで、オープン数字で検索をしたときに、すぐテキスト 1.text と libreoffice-writer.ods にありますよと返答が返ってきますというロジックです。先ほどのインデックスを作るときに決める、まあ、外枠のルール的なところなんですけれども、フィールドおよびフィールドタイプ、この単語がキーワードになってきます。でフィールドといいますのは、その先ほどのインデックスデータが、まあ、そもそも入っていく、箱、枠組み。でフィールドタイプというのが、そのフィールドの、性質ですね、属性、それが例えば数字なのか、文字なのか。で、ここから先の話なんですが、文字にしても、その、形態素解析を何に使うかとか、そもそも形態素解析をするかしないかとか、そういったところを定めていきます。ちょっとすいません、ダイナミックフィールドとかコピーフィールドとかを実際運用上は使っていくんですけれども、今日は割愛させていただきます。まあ、つまり先ほど言ったことですが、検索対象のファイルを定めたフィールドの形式に従って事前検索したデータを作る。でそいつに向かって、検索を行うことで早いレスポンス、期待通りのレスポンスを取得する。それが概要になります。先ほど言いました、そのあれこれ、検索、フィールドにデータを入れるときのあれこれなんですけれども、まあ、例えば、RDBMS とかでよく使う人なんですけれども、アルファベットで検索したいときにデータを全部小文字で入れておく。で検索するときも、アルファベットの小文字は全部小文字にすることで、
両方とも小文字になりますので、大文字小文字のサインをなくして検索できる。であとですね、ここが非常に深いところでして、携帯素解析と呼ばれている技術になりまして、例えばその私は東京都で開催されるアジアサミットに行きますという文章、これを単語として登録するときに各品種で分けて登録していく。私は東京都で開催されるアジアサミットに行きます。そう、まあ、どんな利点があるかと言いますと、一例なんですが、これ京都で検索すると引っかからないんですね。東京都とで離れちゃってますので。ただ東京で検索すればちゃんと引っかかってくれる。これが先ほど最初の方に言いました検索ノイズっていうものになりまして、それを減らすための工夫の一つになります。この区別だとか、どこで区切るのかとか、そもそもこの行きますのますは丁寧語じゃないときゃダメなのかとか、そういったことに関しての研究っていうものが深く行われていまして、それが日本語の携帯素解析という分野になります。こちらの方はちょっとこれ以上深くは本日は語りさせていただきます。実際に使用していくイメージなんですけれども、コンポーネント図はこんな感じになります。検索対象データ、先ほどから言っているインデックスデータ、それらを全てソラーのシステムが中継していきます。クライアントとしては、サーチのリクエストをソラーに飛ばすと、インデックスに対してクエリを投げて、インデックスから結果が来ますと。で、その結果が返ってきます。でデータを登録するときは各データ対象ファイルをソラーに命じてインデックスを作っていく、失礼しました、作っていくという流れになります。ソラーに関して伝えますのは、以上で全てになります。で、皆さんありがとうございましたというとまだ題が終わらないわけですね。大体こういったソラーの全文検索の話をしますと、大体オンラインショッピングとか実際に使っているサイトってデータベースからデータを扱っている場合が多い。で、ちょっとじゃあそのデータベースからの、アクセス検索とか、そっちの方にはこのソラーの、全文検索システムが使えないのかという話がよく出てきます。で、なんとと言いますか、ソラーには、データベースからデータを取り入れる仕組み自体が備わっています。で、コンポーネント図なんですが、先ほどお見せしたのとほぼ変わらないです。データソースのところがファイルだったのが RDBMS のデータベースになっただけです。なので使い方なり概念なりは一緒というところです。代表をちょっと見ていきますと、データベースの中にデータが入っています。それに対して、インデックスとしてインデックスデータを作成します。で、クライアントは、いつも通りこのインデックスに対して検索をかけていきます。セットインフォームなんですけれども、ちょっとだけ面倒です。で、ちょっと英語なのでだらだら分かりにくくなっているかと思いますが、最初にデータベースアクセスですので JDBC コネクタを指定の場所に配置してください。で、フィールド、インデックスするときの枠組み、こちらの方を設定していきます。ちょっと次のページで説明します。で、あとお決まりの決めるべきところがありますので、そこにデータベースから取り込みますよということを記述していきます。ソラーコンフィグ .xml っていう設定ファイルに使いますよっていう設定をしたりですね。で、その中で定義した読み取り用のファイルの方に実際に読み取る SQL 等を書いていきます。で、そのフィールドの作り方なんですけれども、前に出しましたアドミン UI から手順に従ってクリックしていけば自動的で作れます。スキーマをクリックしてアドフィールドをクリックして必要事項を入れて OK すればもう作成できますよというところです。ここまで準備ができましたら、取り込むためのコマンド、これも REST API で用意されていますので、この API を叩くだけであとはデータベースからダラ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 データをインデックス化してくれます。で、ここまでがデータベースからデータを取り込んで使うときの一連の流れになります。で、ちょっと日本語のときの資料には入れてたんですけれども、
単にデータベースのデータからデータを入れて、カラムに対して1対1でですね、データを入れて単語化するだけではなくて、SQL の結果を各フィールドと対応させることができます。これ何を言ってるかと言いますと、その単にセレクトの結果で複雑なセレクト文、ジョインを使ったりとか、いろいろした複雑なセレクト文の結果をデータインデックスとして作成することができますので、本当に実運用でデータベースを使ってあれこれしたいことを、全文検索システムに取り入れて運用していくことができます。で、続きまして、ここまでだと単に全文検索できますねで終わってしまうので、じゃあ実際そうやってデータベースから取り入れたりしたときにどんな便利機能があるのかについてちょこちょこお話しさせていただきます。まずはパテントサーチ。パテントサーチ何かっていうと、件数カウントです。まあ、こんな感じで、テーブルがあったときに、このタイプのそれぞれの数で、カウントしたいなというときは、まあ、こんな感じですね。ビジュアライゼーションが1個、エディターが2個、ブラウザーが3個。というときは、そのパテント検索用の、API を叩くだけで結果を返してくれます。基本的にソラリスので REST API を叩きます。でその時にパセットをでパセットフィールドにタイプとすると、そういうふうにする設定するだけで先ほどのグルーピングの検索結果を取得することができます。で続いての便利機能がハイライター。Windows とかで検索するとよく出てくる検索した文字が黄色くハイライト色がつくみたいな、そんな機能ですね。これも標準で備わっていまして、まあ、ちょっと長いんですけれども、テキストがいっぱい入っている中で、例えば、ワールドワイドという単語で検索したときに、普通、通常の検索結果とは別に、ハイライト用のテキストとして、ワールドワイドという検索文字が、こちらの強調のタグで囲まれた結果を取り出すことができます。これも、ね、ソラの標準機能ですので、基本的にアクセス仕方は簡単で、REST API を指定していただくだけです。で、まあ、今回はハイライトですので、HL をオンにして、で、フィールドとしてディスクリプションを指定する。そうすることで、望む結果を取得することができます。で基本的には REST API を叩くことで通常の案件は全部取得できるんですけれども、まあ、細かい設定もいろいろできますよと。あと、まあ上の方にはいくつかあれです、ね、お決まりお作法としてちょっと設定しなきゃならないところがありますという記述です。ハイライトの設定だけでも結構種類がありまして、で切り取るときの文字数だったりとか、あとその囲むときのタグのタイプだったりとか、そういったところも全部指定して制御することが可能です。あとは便利機能としまして、ちょっとこんな機能がありますよというところを紹介させていただきます。スパンシャル、空間ですね。地図情報、こちらを取得してきて、どの地点から何キロメートル以内とか、何キロメートル以上とか、そういった検索も可能です。まあ、あとはちょっと、これが便利機能かどうかちょっと難しいところなんですけれども、今ですと、クラウドで複数ノードで、分散処理ですね、をすることが可能でして、レプリケーションとかそういったことの制御も比較的簡単にできるようになっています。そのページにもチュートリアルがあるんですけれども、これはもういきなりこのクラウドをやってみようみたいな、そんなチュートリアルになってます。あとはレコメンデットですね。おすすめ、これを検索した人はこんなことも検索してますみたいな、なんかそんな機能です。でちょっとすいません、ノイメージなんですが、これもその入れたワードに近いものを、ヒットさせるっていう制御を自分で指定することもできますし、あとは今ある機械学習の機能を使って今までの検索履歴からこういうのを検索している人はこういうものを検索するだろうといった傾向等を取得して表示させる、そういったことも可能になっています。その機械学習用のマカートとかですねを別途組み合わせることでそういったことも可能になっています。ちょっと駆け足で説明の方をさせていただきましたが、本日のまとめをさせていただきます。まあ、まず、ソラっていうのは、インデックスタイプの全文検索システムになります。で、
スキーマと呼ばれているフィールド定義、こちらの方が、ウェブ検索するときに大事な決定要素になってきます。で、まあ、いくつか設定等をすることで、データベースからデータを吸い取って検索をかけることも可能です。で、あとパセット、ハイライターとか、そういったソラーに標準がついている機能、これも基本的には、API 叩くだけで使うことができます。では、グッドサーチライフを、ハバーロットブパーということで、説明の方を終了させていただきます。何か質問の方ございますでしょうか。ウェブアプリケーション向けの全部検索システムなんでしょうか。それはそういうわけではないですね。そこは重要なところでして、ちょっと今回の説明で省かせてというか触れなかったところなんですけれども、全文検索をする入り口になります。どういうことかと言いますと、実際にでは実運用するときは、この上にこのソラーにアクセスするアプリケーションを作って、ここからアクセスするイメージですね。で、今回自体が REST API ですので、まあ、ウェブ利用みたいに、捉えがちなんですけれども、基本的にはウェブを返さない段階でも状態でも、REST API を叩けますので、そういった形でアクセスして、まあ、ローカルでウェブを使わずに構築するっていうことも可能です。で、よろしいでしょうか。ちょっと他にはありますでしょうか。この同級を取るときですね、録画の都合上質問を繰り返させていただきます。まあ、RDBMS と、インデックスとの同級が取れるかというところですけれども、REST API を叩いて、RDBMS からデータを吸い取ってインデックス化するっていう、プロセスが1個必要です。で、同級を取れるかというよりは、どの同級を取るかという観点で運用設計するようになりまして、例えば5分に1回コマンドを叩いていけば5分に1回同期が取れていく、あるいはデータベースのデータが更新されたタイミングでインデックス化を作る、するっていう設定にすれば、データベースのデータが変わったタイミングでインデックス化が更新されていく。なので観点としては、どういうタイミングで同期を取っていくかっていう手腕でどう設計するかになっていきます。他にはよろしいでしょうか。ファイルを対象に検索するとき、例えばディレクトリごとにこう結果をカテゴライズするのか。ソラー観点から言うとそれは難しいですね。でなので、そのソラーでインデックス化するときに、どのファイルをインデックス化するかっていうのを指定してインデックス化していきますので、そこで指定するときに、あるフォルダの中だけとか別のフォルダの中だけとか、分ける、なんていうんですかね、というのね、まあコアっていうものが検索エンジンのシステムとして大枠であるんですけれども、そのコア自体をもう1個もう2個複数作って、それぞれのコアで内容を調整していく、そういう使い方ができます。そうしたときに検索実行とユーザーが検索実践すると聞く、ここがこの部分から調整したい、この部分から調整したいというところを使うときに選んで検索するという使い方ができます。そういう使い方も可能です。あとはそもそもそのアクセスの仕方をする部分をプログラムして、インターフェースとしては単に検索文字を入れて検索してるだけだけど、実は中ではこのコアとこのコアだけで検索してますみたいな、そういうのを作るのがまあ一般的な設計になります。あとはよろしいでしょうか。以上で、私の方のスピーチの方は終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。